いやいやいや、どうもメチです。突然の部屋紹介動画になるんですけどもね、このチャンネル86とコペンちゃんの動画がメインでやってきたんですけど、まあ、なかなかね、車の動画だけだと投稿頻度どうしても落ちるじゃん。まあ、冬とか寒いから外で出たくねえしさ、俺どうしても頻度落ちるんで、まあ、今後2021年は、まあ、多少こうなんかデバイス紹介とかしていければなと思って、改めて俺ゲーム配信とか普段やってるんで、どういった環境でね配信をしているかとかっていうのを、ちょっと今回は紹介していこうかなと思います。ぜひ、ツイッチ見に来てください。よろしくお願いします。はい。何から紹介していこうか。こちらね。はい。ゲーミングキーボード。レーザー様のね、ブラックウィドウ V3 というキーボードでございます。これね、気持ちいいよ、これ。この音が。すごい、カチ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 、この、カチ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 って感じが、こう、ゲーミングって感じでね、すごい気持ちよくて、気に入ってます。使ってます。いろんな色に光ります。こちら。これもレーザーの、リストレストってやつですね。腕がさ、結構このキーボード高いから、こう見た時に。疲れるから手首とか痛くならないようにするやつ。これ、あるとないとでね、全然違いますね。長時間ゲームする人おすすめです。次。今現在使ってる、ワイヤレスマウスですね。レーザーのバジリスクアルティメットっていう。まあ、マウスで1万6000円ぐらいしたんで結構高いんですけど、でもね、1万6000円だけの価値はありますね。こう横もボタンが3つあって、で、マウスホイールもチルトがあるっていう、こう左と右にね、もちろんホイールもあって押し込みもあるんだけど、であとこう右手専用のこの形状がすごい持ちやすくて気に入ってます。これ、充電ドックね、この マウスを挿してね、ちょっとこう挿しづらいのがたまに傷なんだよね。こうやってれば、ほら、充電できるっていうね。充電されてますね、今。で、今は全部緑に光ってるから、こいつも緑に光ってるんだけど、充電の色によって色が変わるっていう、オレンジだったらちょっと減ってきてるよとか、赤だったらもう電池ないよとかっていう感じの、便利充電ドックなんだよね。ここに置くだけで充電できます。その横にあるのが、レーザーのマウスバンジー V3 だったかな、確か。これマウスバンジーなんですけど、まあ、マウスバンジーって有線マウスに使うものなんだけど、最前デスアダー V2 って有線マウス使ってて、その時使ってたマウスバンジーなんだけど、今無線に乗り換えちゃって、まあ、しまっちゃうのもったいないんで、無線のね、このドックをここに置いてるっていう、ね、感じです。まあ、マウスバンジーなのに、確か4、5000円ぐらいしたのかな。まあ、結構高いですけどね。でもかっこいいじゃないですか。これマウスパッド。マウスパッドジャイガンタスっていうあのマウスパッド使ってます。まあ、ジャイガンタスはあの V2 っていうちょっと新しいの出てるんだけど、このね、ロゴがなくなっちゃって、なんかちょこんってこうレーザーって入ってるだけなんだよね。まあ、あっちはあっちでおしゃれなんだけど。俺はちょっといかにもって感じのもんがね、まあこれ車の動画でもそうだけど、好きなんで、こっちのね、マウスパッド使ってます。ここがね、結構、なんていうのかな、刺繍とかゴムみたいになってるから、ここにマウス来ちゃうと、まあちょっと、もういけないんだけど、反応しなくなっちゃうんだけど、まあここまでね、ちょっと俺やることないんで、かっこいいと思います。こちらね、僕の、普段愛用しているヘッドセットです。これマジでおすすめ。レーザーの、ブラックシャーク V2 っていうね、ヘッドセットなんですけど、なんていうのかな、なんかゲーミングのヘッドセットっていうと、ほんと高音があんま聞こえなくて、低音めっちゃ聞こえるみたいなやつが多いんだけど、これは結構高音も聞こえるっていう、バランスのいいヘッドセットになってますね。で、あとはちょっと音関係調整してやると、ものすごい音聞こえるようになるんで、超おすすめ。定位もめっちゃいいっす。その下にあるのが、これもレーザーの、ロゴがね、入ってるんですけど、見えるかな、入ってるんですけど、名前忘れちゃったな。編集で入れときます。レーザーのね、なんかゲーミングヘッドセット置くやつ。これ、USB のハブとしても使えて、めちゃくちゃいいんですよね。ちなみにこの USB もレーザー製です。もうレーザー信者なんで。カロットオブレーザー。ゲーマーにはね、やっぱね、目薬必要ですから、これ、ロート C キューブ、アイスクールって書いてある。これ、いいっすよ。気持ちいいんで、気持ちいいってなるんで、おすすめです。で、こっちの方ちょっとすごい汚いんだけどね。ノートパソコンがあって、コントローラーがあって。いや、飲んだエナドリの缶がね、もう置きっぱなしになってますけどね。まあ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 。で、これね、おすすめ、これマジおすすめ。これマリオの顔かと思いきや、中にアルコールのティッシュが入るっていうね。ドンキで買いました。これ、よくない?あと、エアダスターもね、やっぱ、ゲーマーの机の上に必要じゃないですか?はい。次、椅子ですね。デラックスレーサーのなんか安いやつですね。布製の、多分、ランクの低い4万ぐらいだったかな。まあ結構安い。椅子使ってます。でもこれね、座り心地も良いし、もう何年ぐらい座ってるかな ?3 年ぐらい座ってんだけど、ケツも下手んないし、超いいっすね。ちょっと今、レーザーのゲーミングチェアが出て、浮気したいんだけど、あれ7万ぐらいすんだよな。ちょっと高いよね。あと、音関係ですね。こちら、アストロのミックスアンプっていうね、まあ、説明するまでもないかもしれないけど、ここに、
さっきのねヘッドセットさしてPC の音聞くと、例えば FPS だったらやっぱ足音の音増幅したいとか、銃声もよく聞こえるようにしたいとか、なんか自分の都合のいいところのこう周波数をアップさせて聞きやすい音作りをするっていう、ゲームごとに設定も4つ種類があってこう切り替えられるんですよ。これマジおすすめ。まあおすすめするまでもなく、みんな FPS プレイヤーこれ使ってると思うけどね。その下にクワッドキャプチャーっていうのは UA55 ってやつなんですけど、これはこういったマイク、まあ音楽で使うような立派なマイクをつなげるためのね、まあ機械ですね。オーディオインターフェースです。マイクはね、安物。ベリンガーだかっていうところのね、2000円ぐらいマイク使ってます。あ、これ自慢のコーナーですか？自慢のコーナー。こちら、ダーン。こちらね、ゲームの反則用ポスターとなっております。もう俺の一番好きなね、ゲームたちがね、飾ってあるんですけど、まあ、ナルティメットストーン4で下に付けて、これはまあエリートのね、ポスターだけどね。あと、バイオハザード RE2。で、キングダムハーツと。これはね、売ってるもんじゃないので、非売品ですからね。もっといっぱい俺反則ポスター持ってんだけど、まあちょっとね、飾れる額が高いんで、額が高くて買ってないですね。はい。ゲームがあります。プレステ4とスイッチしか今ないんだけど、まあほとんど実家に置いてきちゃってますね。スーファミとかね、まあゲームかなりやってるんで、いろんなゲームは持ってんだけど、ちょっと置きっぱなしです。これスイッチのジョイコンね。これぶっ壊れてんだよ、これ。これさ、しょぼすぎじゃない？ほんと天下の任天堂の製品と思えないわ。左スティックぶっ壊れすぎだから。はい、こちらね、メタルラックあるんですけどもね。まあ、先ほど紹介した通り、レーザー信者なので、レーザーの製品の箱をね、置いてあります。まあ、前使ってたデバイスとかもあって、ブラックウィドウライトとかね。このキーボードもかなり良かったんだけど、まあ、乗り換えた理由は、こいつ白にしか光んないんだよ。だから、まあ、ちょっともったいねえなって思ったんだけど、今、ブラックウィドウ10キーレスにね、乗り換えました。なんか、軸的には、こっちグリーン軸で、こっちはオレンジ軸なんだけど、こっちは使いやすいかな。うん。俺はね。まあ、どっちでも、めっちゃいいキーボードですね。これ安いんで、10キーレスキーボード欲しい人はおすすめです。で、これね、最近買ったんですけど、レーザーのハンマーヘッドトゥルーワイヤレスっていう、なんていうのかな、エアポッツみたいな、なんていうのこれ、ワイヤレスイヤホンっていうのかな、やつなんだけど、これね、いいっすよ。まあ、レーザーのロゴ入ってかっこいいんで。別に、音はさほど別に、まあ、いいけどね。うん、普通って感じだけど。これもね、レーザー信者製品ということでね。いいんじゃないですか。これ前使ってたマウスバンジー V2 の方ですね。これさっきの V3、これ光らないタイプのマウスバンジーね。前使ってたんだけど、今はちょっともうね、閉まってあります。で、これが、デスアダー V2 っていう前使ってたマウスですね。最初に買ったレーザー製品かな、多分。これを使ってましたね。これもめっちゃいいマウス。まあまあ、ゲーミングマウスといえばこいつなんじゃないですか？これね、立派なバジリスクアルティメイト。ご立派な箱に。こいつめっちゃ箱かっこいいよ。この、なんていうの、こういうさ、パタン、ポンみたいな感じの配管してる。まあもう今中身はさっき出しちゃってたけどさ。で、ここにね、まあさっきのリストレストの箱と、ジャイガンダスのね、箱があります。で、その下にミックスアンプのね、箱があったりとかして。まあ、箱置きっぱなしですね。これ 3DS。3DS 中の何入ってるのかな？これカセットこだ。ああ、あったと。3DS は何が入ってるんでしょうか？あ、逆転裁判ですね。最近ちょっとやってましたね。3DS がありの、その下にはね、プレステ4がありやす。で、これはね、僕のもう仲良くしていただいた友人にもらった、プレステ2のできるプレステ3ですね。その下にレトロフリークとスイッチがあります。まあ、ゲーム機ね、もっとめちゃくちゃもいっぱい持ってんだけど、実家にね、ほとんど置いてきちゃってますね。あ、さ、モニターの紹介忘れましたね。モニター右から、120Hz 出る BenQ のモニターです。これが、プレステ4とか CSQ をやるためのモニターでございます。で、真ん中のメインモニターが 165Hz 出る Asus のね、モニターです。これマジでコスパいいんでおすすめです。俺のパソコンだと 240Hz 出るわけじゃないんで、まあ、これで十分かなと。十分かなっていうか、もう性能的に十分なんでかなり。うん。もうこいつで十分っていうかもうほんともったいないぐらいの。間違いない。もう、こいつ買っとけば間違いないです。で、これ。これはね、まあめちゃくちゃ安い。これじゃ 60Hz のダイヤモンドクリスタって、これ友達にもらったね。めちゃくちゃ古いモニターなんで、こいつだけ分厚いっていう、なんか昔ながらのこう、なんかモニターみたいなやつですね。結構なんていうの、反射がすごくて、まあ、これ好み分かれると思うな。はい。というわけでね、こんな感じの部屋でいつも僕はね、配信を
しているわけです。ツイッチのね、やっぱ視聴者すごい少ないんで、ぜひね、来ていただければねと思います。まあ、今後ちょっと車の動画だけじゃなくてね、まあ、最初に言ったけど、なんかデバイスレビューとか、こういうキーボードのね紹介とか、こういったものがいいですよっていうのをちょっとやっていこうと思うんで、一つね、今後ともぜひよろしくお願いします。まあ、車の動画もねもちろんやっていくんで、というわけでぜひ最後にね、チャンネル登録ボタンを押して帰っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。